おはようございます。レイです。1月7日土曜日の今日は七草がゆです。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴な、鈴代。数ある七草の中で春の七草については七種の野草、野菜が入った粥を前日の節句の朝に食べる風習が残っています。しかしね、もともとの七草は秋の七草を指しまして、小正月の1月15日のものは七種と書きます。この七種も七草と読み、一般には7日の正月のものを七草と書くんです。古代より、ね、日本では年始めに雪の間から芽を出した草を摘む若摘みという風習がありまして、これが七草の原点とされています。前日である旧暦1月7日に七種菜美という7種類の野菜を入れた厚物を食べて無病を祈る習慣が六朝時代の中国にあったといいます。今日行われている七草がゆの風習は中国の七種菜美が日本において日本文化、日本の食性と集合した結果生じたと考えられているんです。古代において七草の詳細については記録によって違いが大きいんです。演武式には餅がゆという名称で七草がゆが登場しておりまして、かゆに入れていたのは米、あわ、きび、ひえ、みの、ごま、あずきの七種の穀物で、これとは別に一般漢人には米に小豆を入れただけのおかゆが振る舞われていたんだそうです。これを食せれば邪気を払えると考えられていました。その後旧暦の正月に入れる野菜を入れるようになりました。現在の七種は1362年頃に書かれた花海抄のセリナズナ、五行、白べら、仏の座、鈴な、鈴代、これぞ七種が初見とされております。現在の七草がゆを食す意味には、邪気を払い、万病を除く占いとして食べる呪術的な意味ばかりでなく、おせち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うという考え方が主流になっていますね。今日は疲れた胃を癒すという意味で七草がゆ、いかがでしょうかね。ちょっとばかしね、材料費はね、高くつくと思いますが。それでは皆さん、今日も良い一日を。